皆さんこんばんこばは、えー、今日もね、えー、香港のホテルの方から、えー、今日はあの私の好きな小説の話をちょっとしたいかなと思います。えっと私あの本はですね普段から読むんですけれどもまあ主にビジネス書とかいわゆる経済書とかなんかちょっとそういう硬いものしかほとんど見ないんですけれども。えっと たままに小説も読みますと、まあ、9対1ぐらいであのたまに小説を読みますと。で、えー、と好きな作家さんがいて、えー、と村上春樹かなとかいろいろあるかもしれないんですけども私が好きなのはですね「立、え、花、ー、明さん」という小説家のです。で、えー、これあのご存知かわからないんですけども、えー、ち,ょちょっと飛んじゃってますね。えー、永遠の旅行者っていう あの本を書いてますこれも立花明さんの本なんですけどもこれはつい最近あの読んでいて、えっと、上下巻だったんですけどすごく楽しくてあのすぐに読んでしまいましたで立花明さんは、えっと、もっともっとですね、えっと、この「マネーロンダリング」っていう名前のその,そのものズバリの本なんだけど、えっとまあ、これをまず初めにあのこれでデビューをされてあの結構その金融犯罪とかえっと まあ在テクじゃないんですけどねそ,そういうその手の、あのー、話に非常に、えー、見識がまあ深い方でその人が、えー、っとこれの人は早稲田の、えー、っと一文でしたっけあの卒、ーえー、業なんですよねだからすごくこう文才もあってで小説の中にそういったその、えー、金融のテクニックみたいなのをちりばめながら、あのー、結構スサスペンスというかあのそういう形で。 仕上げていてい非常に構成も練られてるしあの面白い本なんですよね。はい、でこの「マネーロンダリング」っていう本を3年ぐらい前ですかね要初めて読んでうわ面白いなと思って、えー、となのでつながりというか経緯からするはそのビジネスというか、えー、なんか税金とかあのファイナンスとかそのあたりからこう入っていってなんかひょんなことからこの人に会って。 これ読んでたらすごく面白いなっていうので、あの小説なんですけれどもどん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 読んでしまうという感じです。で、えー、っとこの流れとしてはマネー・ロンダリングっていう本が、えー、一応小説であって、でこの次が、えー、先ほど見せたこの永遠の旅行者っていう、えー、この本が、えー、上下巻であります。で、もう一冊ありまして、三冊目が、えー、このタクセイブンっていう。 え本ですねこれもあの、まあ、これぐらいの厚さなもので立花明さんが書かれてる、えー、ものですとで一応話がね、まあ、ちょっと重なっててあの別に全然独立してやめるんですけどもあの一応ところどころにねあこれ前作に出てた人だなみたいなのがあったりして非常に面白いですなのであのー、まあ何かその辺のね金融犯罪とかねあのマネーロンダリングとかあのー ね、税金周りのことがすごく、えー、知れるっていうのと普通に小説としても面白いっていうので是非、えー、読んでみるといいんじゃないでしょうかっていうあの紹介です。で一応ね簡単にあのどんなことをな、ま、どういう内容なのかっていうのをあの軽く紹介しようかなと思ってなんかこんな感じで今、えー、フリップチャートみたいなの返ってきたんですけどまずそのマネーロンダリングねあのベストセラーというかこの。 デビュー作で、えー、なっているこの、えー、マネロンダリングなんですけどこれはあのテーマが、えー、舞台がですね香港なんですよねで今私がいる、ま、ところもは香港ですけど、えー、っと香港でそのアキっていう主人公の、えー、男の人がいてもともと証券会社か何かに勤めてたんで,で非常に優秀なんだけれども、えーっとまあんまりその仕事に興味がなくなって、えー、っと香港に来たと。で香港で、えー、っとその えー、フリーのまあなんていうんですかね助言アドバイザーみたいなことをしててあの冒頭この物語は、えー、と日本の中小企業の、えー、とオーナーさんが、えーとまあ、お金をたくさん持ってるとでそれを、えー、オフショーバンクっていうその、まあ、香港の,その銀行に隠して隠したいでまあ平たく言うとその日本の税金から逃れたいと。 っ逃,逃れたいっててので香港に来てでその香港で初めてその銀行口座を HSBC というところで開くのをこのアキっていう主人公の人がまあ手伝うんですけどもそこから物語があの始まりますでアキっていうのはあのハンドルネームで、えー、と一応普の工藤昭夫っていう本名というかまあ名前で言ってるんですけどこれはあの、まあ、ハンドルネームっていうふうに言ってますで、えー、とそのアキっていう人がまあそういったその仕事をしている中で えと非常に何ていうんですかね美しいイ子っていうまた違うあの別の女性があのふっと突然こう香港に来てえその秋にまあ話を持ちかけるんですね。であのひょんなことからえとちょっと5億円ぐらいを日本から送金したいんだみたいなまあそういう全然もう突拍子もないというかそういう相談がされて初めは断るんですけどもまああの。 だだんだんこうやっぱり話に巻き込まれていってうちにいろんな事件に巻き込まれていくというあの話です。で結構登場人物いっぱい出てくるんですけど、えー、と日本の、えー、といわゆるその、えー、まあこっち系の人ですよね、えー、も出てきてその名前がの黒木って書いてるんですよねなのでなんかずっとこう覚えてたんですけど、えー、まあ、そういう人たち裏社会の人たちが出てきたりとか。 あとはその香港の、えー、いわゆるブローカーみたいなことをしているまあ、ちょっとこうそれもやっぱりグレーというか怪しい世界の人なんですけどまあ、そういう人たちも出てきてで秋はまあ、えー、っと結構みん,なみんなとこう何、えー、て言うんだろうなこうネットワークの中心にいるような人たちの人なのであのいろんな人とこう関わりながら、まあ、事件を解決していくっていう話なんですね、はい、で、あのまあ、詳しくは中身を見てほしいんですけれどもあの 非常に話し練られていてとていいとも楽しい内容でした、はいでえっとその後が2つ目ですねこの「永遠の旅行者、ね」上下巻なんですけども、えっと、読んだ漢字は、えっと、マネーロンダリングよりかは小説感はちょっと薄れてるかなっていう感じで結構そのテクニック系のことをものすごいいっぱい散、えー、りばめてるという感じです。 でえー、とここであの堀山っていう人がいてその人はあの関西で、えー、といくつかその、えー、まあ付属系のお店を経営されてるとで、えー、まあその手の商売なので裏金というか、えー、とまあ帳簿に載ってないようなお金でいっぱいあるのでそのお金をどういうふうに逃そうかっていうのをあの主人公に相談するとでちなみにその主人公はさっきのその秋っていう人とはまた全然違う。 人で京一ってて呼ばれてる人ですで、すはも、えー、ともと大手の法律、えー、事務所で弁護士として働いてたんですけどもえっ、ー、と、まああのあんまり仕事が面白くないと退屈だってなって弁護士の登録をあの捨てて、えー、元弁護士として、えー、まあフリーであの働いてますと。でちょっとこの辺の感じとかもねさっきのそのあの。 マネーロンダリングのアキと似てるんですけれども、えー、そういう大手とかあのいわゆるそのデガシー的な組織がちょっとこう離れてあの一人一匹狼で、えー、動いてるみたいなちょっとそういうあの主人公設定があのこの立花明さんの、えー、作品には毎回出てきます。で、えー、とその京一っていう人が、えーとまあ、そのさっきの堀山っていう人の裏金を隠すというか、えー、まあ ううまくこう逃してあげるあの租税を回避するっていうのを手伝ってあげるっていうところからあの始まって、えー、と舞台はですねあのハワイなんですよねでなんでハワイなのかっていうとその京一はこのタイトルにもあるように永遠の旅行者なんですですこれどういうことかっていうと,、えー、と PT って書いてあるんですけど「パーペチュアル・トラベラー」っていうやつですね あのずっと飛び,飛び回ってる人でそれはその出張とかで世界中を旅してるというわけではなくて、えー、とどの国でも税金を支払わないで生きているで、えー、定住した場所を持たずにずっとこう場所を変えながら世界中を、えー、回って、まあ、暮らしているっていう人を PT っていうふうに言うんですね、まあ、日本語だとそのパ,パーペチュアルってその永遠のっていう意味なので、まあ、永遠の旅行者っていうふうにあの書かれてます。 でえっ、ー、とまあハワイであのー、悠々自的なしあの生活をしてお金はなんかねいつも大体いいこの主人公あの主人公たちはいつもお金が余裕がある人たちなのでえっ、ー、とまあその辺は気にせずにあのハワイで悠々自的な生活をしていて、えー、さっきのその堀山っていう人に今お金を、えー、手伝いをしてほしいとでそこでえっ、ー、と麻生喜一郎っていうえっ、ー、とこれものすごいあのー 重鎮みたいな人なんですけど、えー、人がいて、えー、その麻生喜一郎の子供のもの祐介っていう一人の,あの長男がいてでその、えー、子供の真夢っていう、えーまあ、喜一郎からすると孫が出てくるんですけどこの3人がやっぱりあの非常にこの今回の、えー、ストーリーでじゃあコアになってくる人になりますで、えー、っと喜一郎はもうおじいちゃんで、えー、っともうかなり体が弱っていて嫁もそんなに長くないんですけども 資産は、えー、と20億円ぐらい大体あるとで、えー、とこの麻生喜一郎はこの20億円を、えー、と1円たりとも税金を払わずにさっきの孫の,この真ゆっていう子に、えー、相続をしたいその、えー、仕事を、えー、主人公のこの京一に頼むんですよね でまあ、普通に考えたら、えー、と20億円もあったら絶対にいくらかは、えー、相続税を払わないといけないんですけれどもあの、まあ、この教日はそういった相遠の,の回避するテクニックに非常にたけてるっていう設定なのであの手この手でこういろんなことを画策することができる人なんですね。でそういうのいろいろ考えてるんですけども、まあ、その単純にじゃあ,あの提供して終わりですはいちゃんんゃんじゃなくて。 あのそれをやろうとするとまたいろんな人たちがこう出てきて <laughs> すいません、まあまたさっきの裏社会の人とか出てきたりとかあのー、なんていうんですかね債権改修の,あの会社の人が出てきたりとか、えー、まあいろんな人たちがこうまだ邪魔をして邪魔をしてでなかなかうまく進まず、えー、でもこう今日一はあの悲惨な目に遭いながらもなんとか。 このクライアントの仕事をまあ、達成しようとするっていう感じなんですね。はい。一応ねそのハワイで始め始まるんですけど、そこから舞台は結構熱海に移ります。で熱海はこの、えー、さっき言った麻生喜一郎っていう人たちがあの別荘として持っている、えー、土地なので、まああの熱海が結構出てくるんですね。 であとは後半の方はニューヨークが出てくるので、えー、と舞台としてはこのハワイと、まあ、日本だと熱海それから、えー、ニューヨークで、えー、出てきます、はい、これも結構そのグローバルというかいろんな国のことをかなりねあの主催して多分書いてるのですんごい細かいんですよなんかあの「なんとか通りをがあって」とか「ここはこうのヒスパニック系の人が住んでて」とか「なんとか料理がここは美味しくて」とかあってとか すごい細かく書いてるんでその辺の何て言うかその、えー、知識を仕入れたりとかいつかいた時にこう見ながら追体験してもなんか面白いんじゃないかなってそういう楽しみ方もあるかなと思いました、はい、でやっぱね終わり方は、ね、切ないというかねあのマ、ー、ネのなりもそうなんですけどちょっとこう悲しい感じになるんですけどでもあの主人公2人ともあのすごいこう何てうんだろうな冷静なんですよクールなんですよね ででも、えー、専門クールで専門性があって、えーまあ、ちょっとナルシスト的なところがあると。で必ずそのつぶ、えーまあ、れの女性がいるんですけど、まあ、別に結婚してるわけじゃなくてさっき言ったように一人狼みたいな一匹大河原なので、まあ、一人でこう生きてることを楽しみながらも、えーまあ、その困難に立ち向かって、えー、世界を股にかけるみたいなそういうのがなんかね、うん、いいなって思うんですよね。で 私あの結構そのアニメとかだと「ゴルゴ13」とかねあと映画だとその「007」とかね「ミッション・インポッシブル」とかああ,ああいう系すごい好きでなんでかなっていうのとやっぱりそのなんかそのすごい、えー、正義感とかすごい、えー、プロフェッショナルな,な,んだろうなその意識を持って仕事をするっていう姿がなんか。 惹かれてるのかもなってちょっと思ったんですけどまあそういう、えー、人たちが出てくるのでこの橘明さんの小説もどんどん読めるという感じなんですね。はい、で最後は「えっ、ー、と拓成文」タクセブンですねこの本。はい拓成文は、えー、とこれあの舞台は、えー、とシンガポールです。でえーと これもねあの、これあんまちょっと最後に読んだのが結構前なので、あんまり多く語れない感じがするんですけども、えっと、これはシンガポールで、えっとね、マキシ、えっと、えっと、えっと、ね、<laughs> 小バクか、小バクっていう、えー、人が主人公なんですけど、主人公の名前さえちょっとあの忘れてたっていう感じなんですけど、この小バクっていう人が、えっと、この人、もともと何だったのかなの、よくわかんないけど、 まあその金融系のやっぱり人なんですよねで、えー、っとあちなみにこの、えー、この話の一番初めは、えー、っとさっきのこの、えー、っと永遠の旅行者で出てきた、あのー、堀山っていうさっきの,その風俗店を経営してる人、あのー、3億円を逃がしたいって言ってる人なんですけどその人が待たれてくるんですよ。であのー、ってことはまあこ,この中では普通に生き残って事、あのーまあ、なきを得るってことなんですけれども。 この託成文では、えっと、その冒頭その、えー、堀山が、えー、5億円ぐらいかな5億円をまたあどこかにあの逃がしたいと国外に持ち出したいとで、あのー、対馬かな、あのー、この誤爆乱に相談して、えー、っとしたところ、まあ、自分で持っていくことが一番いいとなって対馬に行って九州の方の対馬に行って 対馬から、あのー、漁船で,で夜に、えー、その現金何億円かを持って、えー、自分で、あのーまあ、この小アクと一緒に、えー、韓国に行くんですよね。でその辺の描写もすごい面白くてこんなあの海上保安庁とかに見つからないようにあのその古びた漁船で行ってであの向こうの近くになったらそのまた別に船をなんか乗り換えたりとかして。で その韓国側の,なんかそのアングラな人たちとちょっとこう協力しながら行ってで、まあ、あの当然パスポートとかも見せずにねで密入国してそこの金融機関でまあ口座を作ってお金を入れて流すっていうで、まあ、帰ってくるっていうようなことから始まるんですよねちょっとは話はこうリンクしてるんですけどでそこから始まって、えー、とまあ基本的に舞台はシンガポールでそのさっき言ったコバクラっていう人を。 がま、えー、また事件に巻き込まれていくとでこの時はシンガポールにあるスイス系の銀行の、えー、プライベートバンカーで、えー、と北川っていう日本人の人がいるんですけど、えー、その人がすごくあの腕の立つファンドマネージャーだったんです,、ね、でだったんですけどあの不審な死を遂げるっていうところから始まります。 で、その北側の、えー、と奥さんと子供がいるんですけどその二人はあの東京の六本木にあの住んでて単身赴任で行ってましたとでその北側の、えー、と子供、じゃなくて、ねえー、奥さんがその志保っていう人なんですけど志保とさっきの,その小桜っていう人はあの高校の同級生なんですよねでえっ、ー、とまずもう一個あの。 一人出てきて、えー、と小倉とらにその同級生の牧島っていう人もいるんですけど牧島も結構その小倉とまあ協力しながらあの協力してくれるっていう感じで助っ人みたいな感じで出てきてこの3人で、えー、があのまあ中心になってきます夜ご飯かきましたねでまああのそうなんですねでその北川がまあ死んだ理由をいろいろ突き止めていくと、えー、実はすんごい大きなあの まあ悪事のほんと一部にすぎなかったっていう話で、えー、とまたその日本にまた行ったりとかまあするんですけど日本でもえっ、ー、と龍、まあ、っていうえっ、ー、と韓国というか、まあ、北朝鮮系ですね朝鮮系の、えー、人がで出てきてもともと情報やっててるんですけどあのこの人実はすごくあの大事な人で龍っていう人とか。 あと蔡っていうんですかねあのもう一人また別の中国系の人がいて、まあ、こういうちょっとこう中国とか朝鮮系の、えー、いわゆる裏,裏社会を牛耳、えー、ってる人みたいなのが出てきて彼らがフィクサーとなって、えーまあ、与党の幹事長だったりとかあるいはその大企業の、えー、とオーナーとかあとは、えーとまあ、こっちの,あの組の、えーまあ、組員とか、まあ、そういう人たちをこう操りながら えー、すごい大きなことをしてたとでその一個で一部でそのさっきの北側っていう人がま死んでしまうっていうのがあるんですけど、まあ、そういう話があって、えー、その中でもやっぱり、あのー、さっき言ったねその、えーまあ、在宅的なところだけじゃなくてその裏社会の実情みたいなところも結構いろいろ書いてあって、あのーまあ、書かれた時期としては15年ぐらい前なのでちょっと古いなって思うところは、まあ、どの小説もあるんですけど。 あの基本的にはあの、まあ、あの知ってて損はないしあなるほどなって思うところからすごくあるので私はあの個人的に大好きなんですよね。はい、でまあ「立花明」シリーズだと、まあ、あの他にもいっぱいこの人あの本は出してて、えっとまあ、その本当にそのテクニックに特化したような本も書いてるので小説、まあ、は小説で面白いですし ううテクニックの本を読むっていうのも全然いいかなと思います。はい、でもう一個あのこの立場明さんじゃないんですけれども、えー、っとその海外を舞台にしたそのサスペンスというか小説、サスペンス小説であの最近読んですごく面白かったのがえー、っと未質のマクベスっていう本なんですね。で未質のっていうのはえー、っとあの未来の未に必ずって書いて未質の でマクベスはあの四大、えー、何でしたっけ四大喜劇でしたっけあ,のじゃあ,あまり詳しくないんですけどそれの一つなんですけど、えー、っとそ,そういう本があってでそれ確かね早瀬康さんとかっていう人があの書いてる本なんですけどそれもねあの長編小説で結構熱いんですけどものすごい楽しくてもうほんとすぐあの読んじゃったっていう感じなんですよね。 で、あれはねもう一回読みたい長いんですけどもう一回読みたいしあの結構このまあさっき言ったその香港とかシンガポールとかいろんなこう国が出てきてあの面白いんですよね、はい、なので、えーまあ、読んでみてくださいという感じでちょっと、えー、今日はあの小説の話をしてみましたというところであのもしあの好きな人とかあの読んでみたらえー 読んでみた人とかいればあのコメントをいただければあのまた <laughs> 話したいなと思いますのではいそんな感じですじゃあちょっと夜ご飯が来たので食べますはいそれでは